坂本真嗣1月5日台は、日本の空手家で、指導者である。大阪府大阪市出身。NPO 法人全世界空手道連盟、新極新海大阪東武支部師範。大阪観光大学講師。名清学院高等学校空手部総監督講師。放課後デイサービス、ビーフレンズコンサルティングアドバイザー。山中新旧生骨院エグゼクティブアドバイザー。 大阪府大阪市に生まれる。空手選手として2000年には第32回全日本大会で準優勝。第2回ワールドカップでベスト8に選ばれた。2003年、2007年には全世界選手権大会の日本代表や様々な大会に出場し、成績を上げる。空手選手として精力的に活躍しながらも空手道場。 坂本道場を東大阪市の河野池神殿にて始め、現役引退後は新極新海大阪東部支部の師範として7つの道場を統括し、また空手の普及だけでなく、社会、地域活性化も視野に置いた活動も行う。全関西空手道選手権大会の主催として、地域や社会、様々な商業とコラボレーションを行う。2016年、 第31回全関西大会は、熊本県復興チャリティーイベントとして、義援金を募った。会場では、物販や飲食ブースだけでなく、大会特別 MC に、UK を招き、お笑い芸人のサバンナやギマスミとのトークショーや和太鼓、和を招待しての演奏、大阪府のゆるキャラが登場した。2017年、第32回全関西大会。 骨髄バンクチャリティでは大会を通して空手の素晴らしさや選手の生き生きとして姿を見てほしいという思いのもと空手大会と同時開催で会場内にボディメーカーや様々な物販ブースのほか、M サブローが厳選した1人の飲食店を招待したグルメブースを設置また会場イベントとして食いしん坊仮面を招待しマットプロレスを開催ミュージシャン ニコイチの特別ライブなど、空手大会を見たことのない人へのアピールとなった。昨年に引き続き大会特別 MC に UK が進行を務めた。2019年、第11回大阪モーターショーにて墨絵氏を歌とう、新曲新空手のスペシャルコラボ演舞を開催し、東京五輪より正式種目となる空手道のパフォーマンスを行った。 2000年、2003年、2007年、2008年、2021映画、G.I. Joe 漆黒のスネークアイズ。ありがとうございます。